の弓木奈緒です。お願いします。お願いします。来たね弓木奈緒ちゃん、はい、ね、今週からの新アシスタントということなんですが、うん、はい、最初に数えると初代は女優と今声優もね、うん、やってらっしゃる真央さん、うん、ね、はい、今真央ちゃんすごいね、いろんなすごいでもね、うん、おそらく黒歴史になってるんでしょうけどね、本当申し訳なかったなと思うけど、ね、で乃木坂になって、うん、長嶋中田弓木ということです、はいはい、乃木坂で考えると3代目全体で4代目になるんです ね、 ですね、はい、ね、どう？どう？一発目じゃん。そうですね、ね、でも沈黙の沈黙めちゃくちゃやばい言葉だ。沈黙はやばいんじゃない多分。そうですか。俺沈黙すごいよ。沈黙って何ですかね。俺はでもやっぱ30後半うん、私沈黙の金曜日さんは、うん、なんか相槌を多く打ちすぎるとダメっていうのを、うん、あのリスナーとして聞いてて、おなんだっけ、あのはいとか、うん、それではなんとかなんとかさんで、うん、何々はい、うん、ありがとうございますとか言っちゃダメって。何言っちゃダメなんかあのちょいちょい、いやあの曲振りはやってほしいんだけど。あ、そうなんですね。うん、なんだありがとうございますとか聞いてきたんだ。あのお二人が言っていらっしゃったんですよ。何を、何何、はい、あ、メールだ、メール紹介の時に何々さん何々の何々です、はい、ありがとうございます、あのバカみたいなやつな、うん、あの乃木坂のあの、はい、ありがとうございます。あ、なんとかさん、こんばんは、こんばんは、うん、いらねえよって話ね。メールありがとうとか言うやつでしょ、うん、あのバカがやるやつ。いや全然、でも初日ぐらいはいいと思う。あ、本当ですか。なんかやっぱアイドルの初日っぽいからね。あ、じゃあ初日はやります。初日はアイドルアイドルしてていいと思うな。だんだん多分自分で抜けてくると思う、そんな、うん、そんなのいらねえんだって、うんうんうん、そうですかね、うん、最初はでも初々しい感じでいいんじゃないですか。はい、わかりました、うん、もう自由にやっていただいて、はい、あとはおそらくなんだろう、贅肉が落ちていくというかね、うんうんうん、いるものいらないもの自分でね、うん、判断してこれいらないなとか、とこれ加えたいなって思ったらもう全然ご自身で自由にやっていただいて結構ですから、うん、はい、勉強します。しょうもねえなって思うから、どうせこんなやつら、うん、こんな思いませんよ、うん、私多分こんなやつ全員、あの多分ね9時20分ぐらいでもうしょうもねえなって思うから、うんうん、思わないですよでもすごいね、メモもちゃんとさ小さいノートにさ今日持ってきてるけど、なんかメモってんだよね。メモって、明日天気の時は明日を明日って読むとか、うん、あと、うん、楽しむとか、うん、あと声を大きくするとか、 あとは今週どうだったかっていうネタを考えるとか、 あとはゆったり話すとかゆったり話してくださるのでも結構の興奮気味で今、あ、今結構興奮しちゃってるんだ。はい、やってますけど、まあ、まずはそのメモを燃やすとこからかな。うわ、そうだよ、本当そう、本当なんですね、うん、そうですか。破り捨てていいの、うん、うわ、そういう感じだから、うん、わかりました。やめたわよ、本当に。わかりました。くだらないだけだからね、それそのメモ本当ですか、うん、首に掘るぐらいだったらいいけどね、うん、首に掘る、うん、あ、タトゥー、タトゥータトゥータトゥー、なんだっけ、発音めっちゃいいじゃん、タトゥーの。え、そうですか。英語いけんの。あ、英語いけますね。意味はわかんないですけど。あ、え、あの発音が良くて。あ、発音がいいんだ、はい、イングリッシュコンテストとかで結構3位とか。イングリッシュコンテストっていうのは、はい、ご自身で開催してらっしゃる。あ、お風呂でやってるやつ。違います、違いますよ、普通に。じゃオレンジ、学生オレンジ、オレンジ。おお、すげえじゃん。グッドアフタヌーン。グッドアフタヌーン。おお。ちょっと今ミス。ニューヨーク。うん。ニューヨーク。おお。オレンジサンセット。オレンジサンセット。おお。ハライチ。ハライチ。いや、さすがイングリッシュコンテスト、これ優勝者だわ。本当だわ。あ、すごいな、やっぱりメールもたくさん来てます、うん、ラジオネームロアの色合い。今回の放送からアシスタントを務める弓木さんですが、はい、俺たちリスナーはどう呼べばいいのでしょうか。ファンから呼ばれてる愛称、うん、弓木ですか、それとも僕が今考えたユミリンですか。あ、なんて呼ばれてるの、うん、ブログでは一番最初弓木って呼んでくださいって言ったんですけど、うんうん、正直呼びにくいなっていうのは自分でも思ってて、うん、だからなんか地元の友達とかは、うん、地元の友達は
なおとか、なお、ゆみきさんとか、ゆみきさんって呼ばれた、とかだったんですけど、ゆみきは研修生、あの乃木坂に配属する前に研修生として活動してて、その一緒に研修生として活動してた友達じゃないや、メンバーがゆみきっていうあだ名をつけてくれて、ちょっとやだ、変な感じする、呼びづらいだろうなって、まあ、呼びづらいだろうなとは思います。何呼ばれて嬉しいなとか、こういう風に呼んでもらえたらいいなっていうのはなんかある？でもなおって呼んでくれたら嬉しいですし何なお初入店の人やどういうことですか初日の初日先輩横についてるタイプのなおなおって呼んでいいの、なおってなお、うん、その方が嬉しいですいや、おじちゃんたち言えないな、ちょっと、え、言えないです、なおか、なおって変だな、なおはちょっと変だな、え、だってゆみきって言われたらちょっとなんか距離感じません？あ、そう？そうか、うん、ゆみきさん、ゆみきちゃん、ゆみき、ゆみき、なんか変な呼ばれ方とかされなかった学生時代？あだ名とか、あだ名、うん、デメキンとか、デメキン目が大きいから、うん、あ、でもデメキンって小学生の時の男の子が好きな女の子につけるあだ名だね、うん、え、違いますよ、目が、目がね、大きくてキュルルンとしてる可愛い感じを可愛いって認めらんないやつらが言う、うん、デメキンってあ、ほんとそんな感じです、だから好きなんだ、なんだ、絶対違いますよ、違くねえつも、今ちょっと電話してみ、その同級生小学生の時の俺言う、聞くから、うん、俺分かるもん、大体持ってないですよ連絡先も、だろうけど全員、うんうん、そんな真面目に答えるの書いとけ、真面目に答えない書きますね真面目ダメって、ラジオネーム何度目の青バードか、アルピーさん、ゆみきちゃん、こんばんは、ゆみきなお情報、はい、ゆみきさんは京都府出身の99年2月3日の20歳、うん、今年の2月に坂道合同オーディションから坂道研究生を経て乃木坂46の新4期生としてデビュー、うん、現在はさらば青春の光と乃木坂46のコント番組、うん、乃木坂スキッズで活躍中、プチ情報としては中学時代に乃木坂仲間とロマンティックイカ焼きを食べたいというグループを結成してカラオケで乃木坂の曲をよく歌っていたとのことです。マジで、じゃあ好きなグループに入れたんだ、憧れの。そうですね、でも言ってなかったです、好きって。かっこいい、あ、違いますよ、そんなかっこいいことじゃなくて、うん、言えなくて、なんか自分が好きなこととか、うん、なんかみんなに合わせなきゃっていうタイプだったんで、うん、なんか自分からこれが好きとか言えなかったです。でも今はね、このラジオせっかく始まったわけだから、いろんなね、うん、好きなこととかね、うん、嬉しかったこととか発信してっていただきたいなと思うんで、はい、うん、何が好き？何が好き、うん、ドラマ見ることとかも好きですし、 あとバス乗りながら音楽聴くのも好きですし、バス乗りながら、あと景色とかも好きです、見るの景色、うん、一番良かった景色何、うん、どっから見た、何、うん、今年ですか、今週ですか、今週にしようかね、どうしようかな、今週だと、うん、あの車の窓から見た、うん、あ、なんだっけ、レインボーブリッジの上からの景色、はいはい、帰り、夜帰りです、帰りしな、はいはい、いいね、東京だって感じするよね、しました、見えないね、フジテレビ見えて、いや美しいなと思って、イルブンと東京タワー見えてね、うん、滑った、その収録、いや、なんでですか、いや俺ら滑るとあそこの景色にじみながらすげえ綺麗なのよ、全然滑った、え、いや収録、収録、収録は滑ることはなくて、あのやっぱ周りの芸人さんとかが面白くしてくださるので、全然景色違うからね、うん、滑って帰るのと、え、悲しいですか、やっぱ悲しいっていうか、なんでタクシー俺乗らせてもらってんだそうだねうわ悲しい、歩いて帰りますって言いたくなる、本当俺なんか歩いて帰りますって言いたくなる、宅券渡されるのはいじりだと思うからねなんでですか本当に乗ってるよって言ったと、いやいや、なりませんよそうか、はい、いいね、すごい、ラジオネームトゲトゲチーズ、ゆみきちゃんのコングラチュレーションの発音聞きたいです、うん、あ、コングラチュレーション、これ難しいね、うん、言ったことないかも、うん、あ、言ってみようか、じゃあコングラチュレーション、ああおハロプロのコングラチュレーションだねバラララララみたいなね、
ちょっと存じ上げないんですけど。ラジオは？ラジオ。ラジオ？うん。レディオ。ああ。もうやだ。何回キャンディーズ？何回キャンディーズ？何回キャンディーズ？ネタ前見てる。ラジオでもアシュトロレンジャーズ。ゆみきさん好きなホルモンを教えてください、うん、好きなホルモン、うん、発音よく言ってみて。好きなホルモン、うん、好きなホルモン、うん、ホルモン、ホルモン、うん、あの肉のね、肉のね、お肉の部位、好きなホルモン、うん、好きな、え、 お肉の名前ですか、うん、そう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 、うん、お肉の好きな場所を言って。あ、発音よく。タンまあまあまあ、まあ、一番いいとこ行ったな、まあまあね、そっか、でも英語は英語喋れるは強いな。でも意味わかんないでしょ。意味わかんないでしょ、うん、でも雰囲気だけわかってるってことだよね、うん、だから。そうですそうです、ね、うん、ね、鬼滅の刃って見てる？あ、見てます、大好きです。鬼滅の刃を俺らが外国の人だとして、うん、アメリカ人だとして、うん、鬼滅の面白さを英語で俺らにちょっと伝えてみて、うん、難しい。First, Tanjiro. Tanjiro, yeah. Born. 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 In the. Chikyu. Chikyu. In the future. Future. Oh. Born in the future. Oh. Oh. But and. Everyone, people. もまれて、強くなる。生茶？つけ込む？つけ込む？生茶？いや、もまれて、もまれて、強くなる。生茶。生茶。Yeah. You know? Yeah, I don't know. Young. 何？決めた。Born in the future って何？地球に生まれて、でなんかいろんな。あの鍛錬を重ねて、揉まれてで強くなって、うん、鬼ってなんて言うんだろう。鬼、まあいろんな言い方あるかもね。デモン、many many デモン、many many デモン、デモン is ね、ケロ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 で、ダイドダイドダイドヒューマンヒューマンダイドヒューマンダイドワオ。I am the 季節体、うん、季節体 is kill the demon。 うん、oh, okay、 yeah、 分かっ、伝わってる、 understand、 yeah、 but demon、 blood、 in human、 human is demon、 wow、 sha、 demon、 okay、 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 よろしくお願いしますね。それでは行きましょう。アルコ&ピースと弓木奈緒の沈黙の金曜日。改めましてアルコ&ピースの酒井健太です。平子優希です。乃木坂46の弓木奈緒です。お願いします。お願いします。どんどん、でもこれどんどん慣れてくんだろうね、このラジオ、ね、最後中田みたいになんだよねきっとね。いや、そんな貫禄ができたらいいですけどね。いや、できるんだと思うよ多分、最後も英語で挨拶みたいなね、かっこいいよね、すごくなる、すごいな、ラジオネームね、おはよう金曜日。なおの好きなドラマ何ですか？なおの好きなドラマは、私あのあれ、酒井さんって結構ドラマとかご出演されてますよね。あ、俺俳優としての側面もあるから、うん、ですよね、うん、私見たことあるの。何、酒井の何、サイキクソの才能さん、あ、映画も見てますし、ね、あとスマホ落としただけなのにも見てますし、いや、お前ウィキだな、これウィキだ、違います、本当お前嘘だよ、だってサイキクソの酒井なんか見つけられるわけないもん。私福田雄一監督めっちゃ好きなんですよ。まずだとしてもサイキクソの見つけられるシーン、あの、まあまあ、それは正直言っていいですか、ね、正直に言っていいよ。見つけはやられなかったです。ミキだ、見つけてください。あ、わかりました。お前らがよく言うやつだった。 もう一回見ます。もう一回見てよ。はい、ちゃんと見ます。じゃあだから、ね、ウィキペディアね、スマホもウィキペディアね、違います、
スマホは絶対に違います。見たの？はい、見ました。嘘ついても俺これ本当本当本当。いや嘘なら多分今のうち嘘って言っといて。違います。いや、あの私嘘をつかないって決めて。じゃあ2は見たの？2も見たの？いや2はあの券もらったんですよ。券もらって、うん、でも、うん、コロナウイルスの影響で映画館に行けなくて。そんな時期まだ見れてない。そうな、まあ、そうなんです。本当、ギリ、そっか、ギリギリそうだった。でも最初の頃行けば行けたか。行けた、うん、本当に見たいと思ったら、うん、また酒井さん出るかもって思って見たら、ね、見に行こうと思ったら行けたもん。いや平子さんは2に出てるっていうこと。絶対それはウィキだろ。それは今のはウィキだよ。だって行ってないんだもん。最悪だよ。あのそれはウィキじゃないです。だめだ、もう地方のイベンターさんだよ。違います、違います。本当にじゃマジで好きなドラマなの？本当自分がマジで、うんうん、今までで見て最高だなと思ったドラマは緊急取調室。緊急取調べ室。何それ？緊急取調べ。あの天海祐希さんの。うん。一番。が一番好きです。へえ、うん。何それ？面白かった。めっちゃ面白くて、うん、私天海祐希さん好きなんですよ。ああ、うん、綺麗だよね。うん、綺麗で。バラエティの姿とドラマの姿また違って、うん、バラエティで。上原蝶さんをご紹介なさってて、上原蝶ね、テレテテテレテテ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 のね。そうなんです。それを見て私も上原蝶さん好きになったりもしましたし。あ、影響も、ね、されてんだね。あ、蝶さん何してんだろうね。そうだね。あ、調べたんですけど現在は、うん、全部ほら続けて全部関連関連関連で上原蝶まで行ってんじゃん。違います。やばい。本当に上原蝶さんは今どうなさってるんだろうっていうのを、うん、調べて YouTube で、うん、たまにあるね、はい、何やってんの、はい、調べたんですけど、うん、今なんだろう、積極的にはご活動されてるどうなんだろう。積極的かどうかはちょっと分かんないけどね。そうなんだ。でも面白さは健在でしたね。あ、健在ですよね、うん、上原蝶さん確かに、うん、面白いな、うん、ラジオネーム卓球ゴリラ。好きなバキの登場人物は誰ですか？あ、聞きたい。バキ？バキの中で好きなキャラクター。バキって何ですか？あんま漫画読まない。 あんま漫画読まないですね。うん、漫画だったらドラマ見ちゃう。うん、見ちゃいます。映画も見る？映画も見ます。映画では何が一番好きだった？映画？パディントンとか。あ、なんか、うん、ワン？パディントンの？あ、ワンもツーも見て、どっちも好きでした。パディントンは初だな、うん、一番なんだ。一番です。パディントンがもういい人すぎて、うん、しかも人だっけ、なんだ、あ、いや、あ、なんだろう、クマさんクマ、ね、というなんですけど、うん、もう私現実にそういう存在しない動物というか喋、うん、る動物と一度会ってみたいなっていうのは、うん、なんだろう、将来の夢としてあって、うん、動物と喋りたいんだ。うん、でも なん生身の動物じゃないですよ、ね、うんうん、キャラクターっぽいやつ。あ、そうですそうです、うん、プーさんとか、うん、と話したいなっていうのがあるので、うん、あとなんだ、アルビン歌うシマリス3兄弟ってわかります？わかんない。わかんないですか？何それ？絶対見てください。映画、うん、死んでも見ないね。なんでですか？もうタイトルはちょっとやっぱ惹かれないもんね、うん、絶対惹かれますよ。え、3匹、え、何、シマリス3兄弟、歌うシマリス3兄弟。え、最後1匹しか生き残んないとこある？どんどん増えていきます。3人とか女の人も増えたりとかして6匹になったりとかもして。バドルモン？いや、もうシーズン3まで。結構あんな。可愛、はい、いい、あのシマリス。何系のやつなの？ディズニー系じゃなくて。ディズニー系ではないんですけど、洋画、洋画で喋、うん、るタイプの。そうですそうです。何の動物一番喋りたい？喋れんなら、なんだろう、ハムスターはちょっと嫌だな。嫌だね、うん、ハムスター嫌だ。犬のちっちゃい犬。あ、子犬、うん、子犬、子犬いいね、うん、あ、こんにちは。なおちゃん、こんにちは。あ、こんにちは。ねえねえ、なおちゃん、なおちゃんはどんな食べ物が好きなの？あ、私は、なんだろう、今は将来の意味が消えたな今。ね、消えちゃったね。末永くお付き合いください。お願いします。さあ、ということで今週のテーマはこちらです。はい、弓木の取説。まあ、いろいろまだまだわからない部分あると思うので、うん、皆さんで取説を作っていこうと思います。これなんだろう、質問とかでもいいのかな。それ、まあ、そうですね、まあ、何でもいいか、でも、ね、人となりわかるようなもんだったらね、はい、アドレスは、はい、メールアドレスは
fmfuji@fuji.jp です。素晴らしいですね。 FM 富士かな、間違えちゃったすいません。メールアドレスは、うん、apy@fmfuji.jp です。あ、上手。あ、2回目でできたの初めてじゃない？本当ですか？うん、今まで4ヶ月ぐらいかかってたよ、ちゃんとここ言うね。いや、そうだからマジで言えないんだもん、これ、うん、みんな言えなかったよ、すごい。皆さん、あの、あれ、なんだっけ、名前で手こずっていらっしゃることが多かったですよね。名前、うん、あ、人の名前まともに言えてなかった。いや、違います、自分の名前です。あ、まともに言えてないよね、うん、先輩たちしょうもねえな。言った方がいいよ、ね、マジで。和田とかあの辺。いや、ま、あの和田さんは本当に。マーヤって言うと違う。違います。あ、同級生なんですよ。お、じゃあマーヤじゃん。はい、あの、うん、マーヤさんなんですけど、うん、もう本当にいい人で、うんうん、面白くて。へえ、仲いいの？仲良しです。でも名前はまともに言えない。怒られる。今週からコーナー。変わっています、うん、そしてアドレスも変わっていますけれども、コーナーこちらです。弓木奈緒のヒロインになりたい。パチパチじゃない、おい、ん、何あ、私だパチパチパチだって。あー、そうだ、ごめんなさい。もう可愛く可愛く聞きたいよ、うん、やっぱり、ね、すいません、うん、コーナーこちら、弓木奈緒のヒロインになりたい。弓木奈緒なの？弓木奈緒、ゆみきなんですけど、ゆみき続けて言うときはゆみきなおって言います。ゆみきなお、え、じゃあゆみき単体はゆみき、はい、ゆみき、ゆみき、ゆみきさん、はい、ゆみきさん、LDH の感じだね、うん、ゆみきさん、ゆみきさん、そうですね、うん、へ、京都でやんちゃしてた？全然もう多分やんちゃなんてできないような。京都ってやんちゃな人結構多いんだよね。え、多いんですか？多くない？駅前あんな綺麗なのにさ、え、結構ニュースとかで見るよ、夕方のニュースとかで深夜たむろってる若者とか。私のとこ見たことないですけどね。あ、そう、うん、だって10時とか9時に出歩くのがもう怖いですし。そうか、うん、あ、怖い地域なんでしょ、ね、そっか、出歩いちゃいけない、そっか鍵10個ぐらいある家2個、そんな地域だ2個。弓木奈緒のヒロインになりたいですね、うん、我々とリスナーでユンキさんを磨いて、映画やドラマのヒロインに抜擢されるように育てていこうと思います、うんうん、なんかこんなん出たいなとかある？やっぱ恋愛もの？恋愛ものはなんだろう、そんな、あ、でも教えてほしいです、どんな恋愛の師匠なんで私からしたら恋愛の師匠、はい、お二人がだから恋愛のこととかよくわかんないんで教えてほしいなって思います。気持ちとか。そうか、うん、うん、なんだろうな、うん、まあ、なんかありますどこまで許容してるか今探ってる。そうだね、一周目は我々ゆっくりやるっていう決まりが毎回ね、新アシスタントになるので一周目二周目はゆっくりやるっていう決まりがあるんで、うん、沈黙が限界です。そうです、うん、そう、マックスもう一本出ちゃったからそうですね、皆さんはヒロインに必要なこと、弓木さんにはこんなヒロインが似合いそう、皆さんの理想のヒロイン像など送ってください。はい、これ後々だとは思いますが、まあ、成長した暁にはこの番組でね、なんか弓木さん中心にしたオリジナルドラマなんか作って、うん、あら、いいね、なんかちょっと外にね売り込んでいきましょうと、あ、ありがたい、ねえ、うん、そういう広がりもちょっとありますから。確かに楽しみですね、うんうん、さあ、そしてゲストは、はい、与那尾さんから新たに翔太さんと田中さとしさんをお迎えします、うん、はい、ということで沈黙の金曜日は11時までの生放送です、うん、はい、こちらの曲はいつかできるから今日できる、こちらは乃木坂46です
曲だねやっぱりね。うん、ね、いい曲です。どんな曲紹介もう曲紹介ぐたぐた。あの何々の何々です。乃木坂46でだよ。そうだ、乃木坂46でいつかできるからですよね。いつかできるからもうベテランの曲紹介みたいな、いつかできるからで、誰だ、乃木坂46ですみたいな。もう最悪だった今は。いやいいと思うよ。いい、すごい。ラジオネーム豚バラパラダイス。この番組のリスナーは弓木さんが普段出くわすことのない種類の人たちなので、適当にあしらってもらっていいです。へ、うん、大丈夫です。どんな人なんだろう。やばいよ本当に。やばいです、ね、京都にはいないんじゃない。なかなかいないと思う。ラジオネームトゲトゲチーズ。新アシスタントの弓木さんが7人兄弟ということで調べてみたところ、勝俣さんとか、松平健さんが7人兄弟みたいです。あとボビーオロゴンさんが34人兄弟だそうなので、ほぼボビー坂46です。何言ってるか分かんないですけど。7人兄弟なんだ。そうなんです。何番目。上から2番目です。おお、じゃあ姉ちゃんじゃん。めっちゃ。そうです。いっちゃん上は。一番上は1個上です。お兄ちゃん。お姉ちゃんです。女子の方が多いのかな。じゃあはい、女4男3です、ね、じゃあ一番下なんてまだまだ全然はい、ね、かわいいんですよ。ちっちゃいでしょ。そういう感覚。6年生で、ほっぺぷにぷにで、なんだぷくぷくしてて、めっちゃかわいいんですよ。弟妹です。妹いっぱい可愛がっちゃう。じゃあ、はい、お姉ちゃんこうやってやってんのさ、じゃあ喜んでるでしょう、はい。今日もグループラインで、あのラジコっていうアプリを、あのみんなダウンロードしたら聞けるからねってお母さんが、あご家族が、はい、素敵じゃん、ね、早めに言っといてくださいよ。何ですか。そうだよ、ね、お姉ちゃん頑張ってるよ。わあ嬉しいね。え、にぎやかなんだ。じゃあそうです、動物園です。へえ、すごいな。7人はすごいね。仲いいんだみんな。仲いいです。関西弁になったね今ちょっとだけ。なんでだろう。仲いいです。実家のこと思ったんだ、ね、ちょっと仲いいです。ね、妹ちゃんにちょっと呼びかけてあげれば。もしもし。電話じゃないから返答来ないから。今、お姉ちゃんはお二人と一緒に奮闘しています。また一緒に宿題やろうね。あーかわいいね、すげー、ラジオネーム星子。ゆみきさんはじめまして。ゆみきさんのことをアルピーさんやエンジェルちゃんたちに知ってもらうために、はい、自己紹介ラップ考えました。おやってみる。いや私がですか、絶対無理ですよ。いけるいける。こっからこっから。ちょっと待ってね、音源せっかくだから。待ってください、絶対無理ですよ。音源で乗ってもらおう、できるよ絶対。バイブスどう今日の。いやうわ高まってる。待って待って、京都結構優秀な人たちいっぱいいるから MC が。本当ですか。うん、どなたいますかね。いっぱいいるいっぱいいる。本当ですか。うわできるかな。うわ行こう。じゃあ自分のタイミングで、私の名前はゆみきなお、意外と性格内気なの、乃木坂46の新4期生、新しい風を起こすよチンキーに、私のニックネームはなおちゃん、これからよろしく酒井さん、ちらこさん、ちらこさん。さらばの2人と挑戦したコント、いじり何でもかかってこい、どんとあーい。じゃあやばい、解釈は新しいねやっぱね。違うね、文章一緒でも。やばいですね。たまにいるけどね、こういうラップの。いるいる。酒井ちゃん、平子ちゃんですね。違う。だからちらこちゃんになっちゃったの。そう。あ、ちゃんって書いてあるって思っちゃって。ちゃんが、ちゃんかわいみたいになっちゃうね。うん、ちゃんかわいさん。うん。あ、私夢にちゃんかわいさんよく出てくるんですよ。出てきます。なんか行った方がいいよ、病院とかなんかわかんないけど。あ、病院の設定で結構出てくる。どういう夢なん、ちゃんかわいさん。お母さんとちゃんかわいさんが同室で、入院してて、伊藤麻子さんが看護師さんで来るみたいな。じゃんレッドカーペットじゃん。本当だ。もう本当よく見るんですよ小さい頃から。へー、いい印象なのそれ。あ、いい印象です、もちろん。だからテレビとか見ててちゃんかわいさん見ると、なんだろう、本当親戚心というか、もうちゃんかわいさんだってなりますね。頑張れって、なります、なります。じゃあ
まだ全開してない体を押してバラエティで頑張ってらっしゃるな、うん、そうなんですよね。そっか、そうなんだ。抜け出してたもんね、はい、うん、伊藤窓口さんは出てこない。伊藤窓口さん、うん、は出てこないですね。一切、はい、一切全く、うん、出てこないです。出す気もないしこれから出演させていただこうかなんで。あ、本当、うん、ラジオネーム今日も平和。ゆみきちゃんは高校時代ハンドボール部のマネージャーだったんですよね、はい、僕もハンドボールをやっていたのですごく親近感があって嬉しいのですが、うん、なんで王道のサッカー部や野球部にしなかったんですかって、うん、あ、なんか友達が、うん、あのハンドボール部のマネージャーやりたいって言ってて、うん、でもマネージャーが私その時1年生で、うん、3年生の先輩2人しかいなかったんですよ、うん、で2年生いなくて、うん、ですごい勧誘を受けてて、でなんか私その時すごい推しに弱い人間だったんで、うん、友達が入部届を先生に私の勝手に出しに行ってて入りました。芸能界の入り方みたいな本当だわ本当そうですよね。へー、なんかかっこいい先輩とかいたとかでもないんだ。あ、私なんだろう、男班と女班どっちもだったんですけど、友達が結構なんだろう、コミュニケーション能力が高いかったので、男班も女班も、うん、なんだろう、まんべんなくやってくれたんですけど、私は女班の方を主にやってました。女班あるって結構すごい、すごいね、聞いたことない、ね、うん、強いの。いや強くはないです。あ、そう、珍しいのにね、うん、へー、うん、そうなんだ。ラジオネームなし。なおちゃんは平子さんと共演するにあたって、うん、平子さんの著書今日も嫁を口説こうか読みましたか。これがね、え、さっき待機所みたいなところがあってさ待機所みたいなのありますね。決して楽屋とは言えない、うんうん、楽屋ではないですね、うん、あそこ。カバンからさ、あれ、あ、今日届いたんですよっつって、うん、さらっと出してきて、あら、うん、素敵な出し方やん、で、あ、あ、いや、ごめん、ありがとうっつって、うん、別にあのサインをとかでもなくスーってすぐしまって、うん、違います。え、申し訳ないから、だって私何も知らない新参者なのにサインをとか言われたらもう困るかなと思ってて、いやいや、サインなんか欲しがらなくていいんだけど、いやいや、いや、なんか買っていただいて、さすがじゃない。まだ、だから今日届いたからまだ読んでない、ね、そう、まだ読めてなくて、うん、いや、全然ただのバイブルだからさ、うん、うん、いやいや全然だから ただのバイブルだからそんなね、大したもんじゃない。いや、でも結構ね、お嫁さん奥様の話していらっしゃるの、いや、全然なんかその恋愛関連とか愛情とかそういう夫婦関連のバイブルでしかないから、うんうん、気なるわ、うん、気なピクピクピク生きてるように、あれ、生きてるように見えないのかな、死んだ聖書に見えてる何の話ですか。この聖書動かねえな、変えるわ、うん、変える、ワームで次一回行ってみな、いろいろやりながらね、ラジオネーム挨拶下手を、うん、なおちゃんには、うん、はんなりすっとこどっこい、うん、というキャッチコピーがある、はい、あるんだ。あります。うん、アルピーのお二人からもぜひチンキンオリジナルのキャッチコピーをつけてあげるのどうでしょうか、うん、なおちゃんを、これ誰がつけてくれたの。お母さんです。あ、お母さんが、はい、あんなりどこどっこい、うん、母ちゃんすげえな。いやいや、すげえな。初めはあの私が作ったのは、うん、マイペースだったんですよ、うん、マイペースな20、その時19歳だったんで、うんうん、19歳のだったんですけど、うん、お母さんがマイペースはグループ活動していく上でダメなんじゃないかって指摘を受けて、じゃあ一緒に考えてってなって、うん、京都出身だから、うん、はんなりっていじられることも多かったんで、うんうん、まあ、はんなりってつけて、うん、で私は見た目がすごいしっかりしてそうって思われることが多いみたいで、うん、母によると、うん、なのでそんな女じゃないよっていう意味も込めて、うん、そんな女じゃないよっていう意味を込めてすっとこどっこになりました。はんなりすっとこどっこ、すごいね、うん、俺森田が誰かがつけたのかなと思った。へえ、なりました。また違う顔が見えてくるからな、きっと、ね、この番組ではね、また独自の、うん、そういうね、呼び方とかキャッチフレーズとか、うん、まあ、出てくるでしょう、おいおい、うん、本当ですかね、うん、楽しみです。募集してもいいしね、そういう週があってもいいしね、うん、楽しみ。キャッチコピーとかね、うん、いいね、うん、そのうちしましょうよ、キャッチコピー募集、ね、うん、やった。ラジオネーム真夏の扇風機。弓木家は7人兄弟と両親、祖母の10人家族、うん、食事を全員一緒には取れないので、うん、夕食は1部と2部と3部に分けているらしいです、
そうなの。そうです。一応あの祖父もいて、うん、まだあのなんだろう、天に登ってないので、天に登ってはいない、地にいる、はい、地に足つけて立ってるので、うん、だから11人家族なんですけど、すごいね、うん、いや全然。じゃあもうたまにほら大家族スペシャルとかやるけどさ、うん、あんな感じじゃ食べるとこの風景、うん、そう。でもあれは皆さんやっぱ一緒に揃って食べていらっしゃるんですけど、うん、確かにね、私たちあの習い事がここにあって帰る時間とか別々なので、うん、別々になっちゃいます。なおちゃんは何やってたの？私あの晩御飯担当で、うん、習い事、うん、習い事は、うん、初耳みたいな感じだった。おめえが言ったんだよ。ちっちゃい頃は新体操とか、あ、そうなんだ、うん、やってたり、うん、あと習字と英会話と、うん、あとなんだろう、礼儀作法と、礼儀作法、はい、とあとなんだろう、あとめっちゃいろいろピアノもやってましたし。すごくない？それ7やったらもう、うんうん、ね、礼儀作法っていうのはあの小笠原流っていう京都のなんか礼儀作法を習わないといけなくて、うん、じゃあご挨拶とか、うん、こんにちは、あ、こんにちは。これ習ったこんにちはとか言わないんですよね。え、なんて言うの？畳の上でなんか正座してあの礼とかを練習するんで、うん、じゃあ畳の上設定でいいよ。あ、どうですか？こんにちは。こんにちはとか言わないんだ。言わないです。言わなきゃいけないときは無視するわけにいかないでしょ。あ、でも普通の標準語でした。喋り方とかもだからやんでしょ。あ、やりません。私お辞儀だけ、おにぎとか、あと襖とかこう食べ方とか、食べ方、うん、お抹茶の飲み方とか、うん、もやりましたし、うん、なんだろう、立って礼する仕方とか、基本お辞儀が多かったです。こんにちは。あ曲いきましょう。はい、なおちゃん、ま、ここおい、じゃあどこだ、解体それだ、はい、いけ、せーの、エイトさんでライナウです。すごいね、礼儀作法ね。うん、そうな理由ね。そんな抹茶とかやっぱやるんだ、京都の。うん、やりますね。あの、抹茶。お菓子の時間、3時のおやつの時間に、おばあちゃんが抹茶立ててくれて、うん、食べたりしてました。すごい。何と一緒に抹茶？何食いながら抹茶飲むの？パイ飲みとか？いや、おまんじゅうとか、あ、やっぱそれに沿った感じのもの、うん、すげえちゃんとしてる子なんだね。違いますよ。いや絶対そうだ。じゃあ、はい、お抹茶どうぞ。あ、お、回して、くるくる拭いて、拭いて、どうでした？美味しゅうございました。このお手前でじゃないんだ。あ、そんなこと言いましたっけ。違うのかな。あ、流派が違うのかね。いや多分言うと思うんですけど、私の記憶力の問題で、うん、私本当昨日のこととか3日前とか本当全然覚えてないんで、うん、3日前習ったのは3日前いや何年前とか記憶がもうほぼなくて、うん、ほぼないんだ。ないです。へー、ラジオネームネバネバのカラッカゼ。京都といえば八つ橋のイメージが強いですが、何味の八つ橋が好きですか？あ、いろいろあるからね。私日記が好きです。日記、生と普通のよ、うん、生八つ橋が好きです。そうだよね、うん、あれ八つ橋と生八つ橋って言うじゃん、うんうん、八つ橋は生八つ橋にすべきで、硬、うん、いやつは焼き八つ橋にすべきじゃない？確かに。で八つ橋買ってきてって生のイメージで言ってると、うん、あの硬い方買われちゃうじゃん。確かにそうですね。生じゃん、うん、うん、もはやね、うん、メインは。え、何か中にあんが入ってる方が好きですか？え、それ何、皮だけ？うん、皮だけが好きです。それ中身のあんこ取って食べるとこじゃなくて？いや、もう本当は皮だけで売られてて、それが好きです、私は。マジで？日記の粉かなんかかかってるの？じゃ、うん、あ、そうです、そうです。あ、まあそっか、焼いてあるやつもまあそうだもんね、うん、うーん、あんこ入ってないと嫌だな。嫌ですか？え、中入ってたから絶対美味しいじゃん。うん、うん、嘘、うん、あの生の方が、生素朴な方が美味しいです。家で出んの？あ、出ます、出ます、時によりは。自家製？はい、自家製ではないです。なわけ、なわけ食べるんだね、京都の人もね。そうですね。うーん、
ラジオネーム、黙るもぐら。ゆみきさん、パチンコ台に願掛けする時の礼儀作法を教えてください。パチンコ台に願掛け、当たってくださいって言って、そうね、あごに手を置いて台に向かって一言あんのかな、なんて言うんだろう、今日は帰らねえからな、え、今日は帰らねえからな、なんかもうそろそろ帰ってくれやって、あのパチンコ台の方から思ってもらって、今日出ないよって、共にしようぜってこと、ああいいね、まあ、1台で、1台、その1台だけ、売ってる人のイメージがその口調なんだろうね、ゆみきちゃん。わかんない、パチンコ行ったことないですし移動するとね、他の人が座った途端出るとかあるもんね、へ、あ、ゲームセンターみたいな感じですね、あ、そう、日本キャッチャーみたいな、ラジオネーム、バクモリ紅生姜。アルピーのお二人と食事に行くとしたら何を食べに行きたいですか。行きたい、なんだろう、これが食べたいよって、なんかおねだりが、焼肉、あ、好きなんだ、好き、焼肉好きな子、焼肉の 何が好き一番、タン塩と、あとなんかカルビも、カルビカルビも2枚ほど食べたいですし、2枚でいいの、2枚食べたい、え、2枚いっぺんに食べるの、それとも2枚でお腹いっぱいになっちゃう、あ、2枚でちょっと油ぎっしゅ感じてちょっとさっぱりしたやつの方がいいんだ、そうです、タン塩か、でも焼肉行きたいです、ね、美味しいとこ知ってる、どこ、いや全く知らない、行ったことないです、あの東京でまだ、あ、飲食店に、あ、そうか、今度一緒に花まさってとこ行こう、ね、それスーパーですよ、あ、それ知ってんだじゃあコーナー行きましょうか、じゃあコーナーお願いします、はい、弓木奈のヒロインになりたい、はい、新コーナーでございます、弓木さんを磨いて映画やドラマのヒロインに抜擢されるように育てていきましょう、はい、お願いします。ラジオネーム肩見せまい。弓木さんはクラスの学級委員長キャラが似合うと思います。なんかね、おしとやかな感じで、しっかりしてそうに見えるもん。本当ですか、本当の部分わかんないけど、多分ボロ出ちゃう。どうしようかな、学級委員、男子ちゃんと歌えないよって言ってもらっていい、はい、男子ちゃんと歌えないよ、もういいよ、いいじゃん、すんげえ言った、京都弁でやってる、男子ちゃんと歌って一緒だな、まあ嘘だろ、京都、嘘じゃないですよ、埼玉だろ、違う絶対嘘、違います、本当流されやすくて、皆さんが東京弁で出てないよ、え、本当ですか、京都の感じが、ほら、あの文言変えていいから、自分の好きなように、わかりました、男子のみんなちゃんと歌ってよ、わらびだろ、出身、やばいわらび市じゃん、絶対違うのに何の方言もないところ、本当は。ラジオネーム、バイエルンタイガース。弓木さんはクラスの一軍ではないが、可愛すぎて一軍にも行き来できる友達多い系のヒロインが似合うと思います。あ、最強だな、ね、なんかもう目立たない男子とかにも、もう同じ目線でね、話しかけてくる、あれ嬉しいんだよ、あのさ、俺らちょっと今会話してるから、急にねえねえ何の話してんのってピョンって飛び込んでくる感じでちょっと来てもらっていい、はい、ラジオ聞いた、面白かった、めちゃくちゃ最高だ、最高、やっぱりな、あいつらのラジオマジ面白い、だからクリーピーが変わった瞬間っていうのもさ、なんとなく俺の中であってさ、俺もわかるわ、ねえねえ何の話してんの、あ、ラジオとか聞かないでしょ、聞くようわいいよ、いいな、いいいいいいね、ですか、やった、すごい、どの辺だったの、学校だったらトップクラスにいたでしょ、でも弓木直って、いや、なんだろう、そういうのなくて人数多かったんで、あ、東北でしたっけ違います俺に持ってかれたのかな本当にそういうのなくて、ないんだ、みんな仲良し、みんな、なんか中学校も本当そういう感じだし、高校もそれこそ和田前さんと一緒だったりしたんですけど、みんな仲良しなんですよ、だからそう、
派閥とかなかったです、うん、和田真彩と同じ高校だったの？同じ高校でクラスは違います。東京にいたの？あの一時期です。一時期か。転校してきたんだじゃん。はい、転校で行ってまた戻ったりして。あ、そうなんだ、すごいな。ラジオネームワンシーン、ゆみきさんにはメガネを取ったらすごい美人だったヒロインをやってほしい。あ、メガネ似合いそう、ね、銀縁とかのね、なんかね、うん、なんかあの金魚鉢っていうの通称ね、うん、あ、メガネ、うん、普段メガネですよ私。今日あんの？ないです。なんだ、コンタクト。そう、コンタクト破ってみしてよ。嫌です。ラジオネームスペースボーイ、怪我をして試合に出場しているキャプテンに対して勝敗よりも無事に試合を終えて帰ってきてほしい的なことを伝える。おー、うん、いいね。なんか言ってほしいな、ドラマみたいな、ドラマ系の。マネージャーもやってたしね、アンドール。ちょっと お願い打って、お願い、ちょっと祈り系のやつ。祈り系、うん、お願い打って、お願いっていう、ちょっとお願い打って、お願い、カキン。ふふふ、部活系いいんじゃない、ね、部活系、うん、ハンドの際どい試合とかなかったの？際どい試合、市大会とかで、うん、キリキリの、うん、ダンハンは割と強いところまで行ったっぽいんですけど、もうなんせルールとかちょっと分かんないですし、分かんないまま、まあ、やってたので、うん、得点を勉強中みたいなとこだったんで、あ、どっから入れたら何点とかあるんだ、うんうんうん、へ、勉強中っていうかもう終わってるんでしょ。うん、勉強中ながら転校しました。はい、何人でやるスポーツか分かる？いや、あ、何人だっけ、絶対ただ所属だけだ、席だけ入れて、違います、違います、違います、勉強しましたし。じゃあ何人だいたい分かるじゃん、だって、うん、分かります。何対何、先輩、あの背高い先輩が9番だった気がしたんで、ってことは8人、8対8多くない？8対8って 6? 6ですよね、6かな、よし、いや分かんない、俺も分かんない。え、6だと思うんですけどね。すごい、ラジオネームロアのヒロアイ、ユミキさんは僕にヒロインになるべきです、うん、奈良の田舎でユミキさんが来るのをお待ちしております。お、うん、だってぼっくん、ぼっくん、ぼっくん、そう、お坊ちゃまくんの話、そう、へえ、あ、うん、あれですよね、ぼっくん奈良で待ってる場合だって、お、知ってんの、うん、ぼっくん奈良で待ってる場合だって、る場合、へえ、奈良って場合なんですか、うん、うん、お坊ちゃまくんがそう、まあそっか、うん、京都だったらラーメン食う、あ、食わない、食わないっていうか食べないです。食べないです、ね、食わ、嘘、7対7、惜しい、ね、ラーメン食わない、天一とかだって京都でしょ、あ、そうです、あ、天一は食べました、うん、あの部活終わりに、うわ、すごい、友達と2人で自転車で学校から帰って、うん、いいね、うん、天一行って、うん、で生活をしてたらめちゃめちゃ太りました。あ、そう、うん、毎日食べたらね、うまいもんな、美味しい、美味しいもんね、唐揚げもうまいもんね、へえ、うまい、美味しいんですか？美味しいよ。食べてないかも。いいね、うん。青春の味だじゃん。そうです。天一が、うん、すごいな。ちょっとおじちゃんいつものって言って、はい、天一入ってきて、おじちゃんいつものって。はい。おじちゃんいつもの。あいよ。いいね。あれ今日早いね。うん、そう、めっちゃ疲れた。そっか、めっちゃいい。うん、じゃあ。唐揚げサービスしとくか。嬉しい、ありがとう。おお、出てきたね、た京都がやっぱり天一になると。俺はいいわ。やった。お母さんの理由でやってみてよ。うん。からって天一入って、うん、入ってくるところ。お、よっしゃーい。お辞儀した。うん。何しようかな。ラーメン。いや、お化けじゃん。
喋んないの浦沢ラリューね、喋ってないかも。そっか、言葉遣いとかじゃないんだ、うん、姿勢とか、うん、お辞儀とか、うん、怖いね。ラジオネーム本民の誰得、理想のヒロイン、うん、実家がお金持ち、うん、うんうん、お品のあるね、うん、確かにそういうの似合いそう。ジーヤバーヤの世界ね、ジーヤ、うん、似合いそうだもん、すごい。本当ですかね、うん、全然そんなんじゃない、全然もう本当に自堕落って感じ。自堕落なんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、自堕落じゃなくてもいいんだけどね、うん、感じですかね。みんな何もしねえ、うん、もうそうなんだ、はい、へえ。ここどん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 キャラクター出来上がってくんじゃない、うん、そうね、あマジでドラマとか出ちゃうんじゃないですか、ね、出たいの、うん、楽しみ、うんね、お願いします、よろしくお願いします。さあこの後はゲストに登場してもらいます、与那尾さんの登場です。さあ生放送でお送りしている沈黙の金曜日、この時間は毎回ゲストを招いていろいろと聞いております。今夜もリモートでの出演になります。ゲストはこの方です。どうもゲスト、こんばんは。こんばんは。お願いします。お願いします。お願いします。めっちゃ画面に顔寄せるじゃないですか。あ、ええ、じゃあ、あの見えてます、ね、見えてました、見えてますよ、こっちずっと。あ、手だけ今、手だけね、ちょっとね、お願いしますね。事務所で撮ってるんですか今。あ、いや、宿ですね。宿、あ、地方行ってんだ。いや、東京に来てます。東京の宿から。そっか、レペゼンが福岡だから、うん、か、はい、そうです、レペゼン福岡です。へぇ、さあ、与那尾さんからボーカルの新谷翔太さん、そしてベースの田中聡さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。うん、福岡で結成された新世代ネオソウルバンド。与那尾ってどういう意味なんですかこれ。与那尾は、お友達の名字ですね。あのギターの幼馴染なんですけど、その方のっていうか、まあ、その人の名字。え、なんで、なんか音楽で与那尾とかそういうあれじゃないんだ、うん、あ、そういうじゃない。一回だけ言われたことあるけど、ね、違うんだ。そんな恥ずかしい由来ではない。なんでまた友達の名前で。もともとね、あの最初ギターとボーカルが、あの中学の頃に、うん、なんかギターとかを触って、うん、遊んだりした時のメンバーの一人だったんですよね。その与那尾の最初の方のメンバーの一人で、与那尾ってなる前なんですけど、バンドしようみたいな時に、あのベースやっててくれたんですけど、うん、あまり練習しなくて、うん、あの結局しないことになりました、その人は。え、与那尾は、与那尾くんは何やってんだよな。なんかすげえものすげえ実力者で、でもなんかご家庭の事情で抜けたから魂だけは残しておくぜって、お前の名前をとかじゃないの。そういう感じです。いや、名前の響きが良かったけど、そうね、名前の響きと、でも僕たちなんか音楽めちゃくちゃ詳しくて、うん、与那尾だからそれで僕たちにいろんな新しい音楽を教えてくれてて、今でも結構いろいろ教えてくれてます。あ、そうなんだ、すごい。え、与那尾ってメンバー何人いるんですか。4人です。あ、4人、4人。へえ。あと他にはドイツがいるの、どんなやつ。ドイツね、ギターとドラムがいます。今その辺にいるんだ、じゃあ。あ、ドラムだけいますね今。はい、なんで出ないんだろう。なんででしょうね。なんで出ちゃダメですか。なんかあるんだ。なんかあってんだ。あ、顔面タトゥーだらけとか。そういうんじゃないんですけど。わあ、だから手振ってほしいの見たいな。そう、手を見たいね、うん。手だけでも見たいね。すごい男前なんですよ。え、お、あ、おい、来た来た、なんだ。かっこいいじゃんか。ほら。そして去っていく。去って行っちゃったよ。すごい。あ、東京の宿にね。ね、あ、じゃあもうここからいっぱい引っ掛けたいところをね、すいません。あ、いやいや全然。ね、酒飲むでしょうね、福岡の人たちだから。見てくれてわかるよ。ね、あ、これ飲むわ。これ飲む。飲むでしょ。止まんないでしょ。ずっと宿で飲んでました。ほらもう常温で飲むよ。ビールも
ビールも全てを。自粛期間中はどうでしたか、与那尾は。自粛期間中はずっと制作してました。あ、まあ、そういう期間に当てるにはね、制作以外何もできないっていう感じ。配信ライブとかもやってなかったんですか。配信ライブはなんかインスタライブでこうやったりみたいな感じの軽いやつはやったりしたけど、がっつりは、うん、できなくて。で充電期間みたいなことですね、バンドにとってはね。そうですね、うん、なるほど。じゃあちょっとアンケートいきますか、うん、はい、アンケートじゃあゆみきさんお願いします。はい、最近一番テンションが上がったことは、うん、という回答に、はい、新谷さん、うん、新谷さんが即興で元祖ラーメン長浜屋の元祖ラーメン、元長、それラーメンの元祖になっちゃうからね。あ、間違えた。元祖ラーメン長浜屋さんの曲をバンドで作ったこと、うん、元長の、すごい。なんで、いや、あのみんな好きで元祖、でなんかサトシと僕となんか朝に元祖に行ったんですよ、うん、朝帰りみたいな感じで。元祖っていうの地元の人。元長じゃないんだ。元長とも言いますけど、自分らは元祖。でその朝の元祖をモーニング元祖っていう。いいな、かっこいい。でそれが訳されてモーガン、モーガン、そう、モーガンで、モーガンっていう曲を作って、モーガン、モーニング元祖。へえ、すごかった。あ、もう自分らでオフィシャルじゃないんだ。あの、オフィシャルじゃないです。出すつもりもないです。出すつもりもないです。遊びで作りました。でもそういった小さい活動がね、公式にちょっとなるよ、ね、耳に届いたり、それはテーマ曲大丈夫か、それはならんやろ。でもガンナガも結構ね、いろいろあるもんね。ありますね、のれん分けのちょっとした問題もあったりするから、こっち俺が本家だみたいなこと言ってね、ありますもんね。あそこが本家じゃない、俺らが言ったところが多分本家。あ、大きくなりすぎた。俺らが言ってるところが本家。本当そう。常に本家だね。そういうことです。あ、ちゃんとなんかね、あるもんね。あるんだ。本家があるんだね。あ、本家があります。はい、じゃあ田中さんは、与那尾さんのラッピングバスを見かけたこと。これめっちゃすごいじゃん。すげえ。これどちらで。あの福岡で西鉄さんとあのコラボし、コラボというか、はい、協力していただいて、鉄バスにあの与那尾のなんだろう、あとさっきのあの映った野本くん、うん、ドラムの彼がデザインした、うん、あのイラストがあの書いてあってバスに、それで全部走ってるっていう感じで、で前田見かけたの、うん、それびっくりするね。嬉しいだろうね、うん、ラッピングバス自分たちのあれやっちゃったの芸能人だよね、自分で見かけたらね、うん、あれはってテンション上がるでしょう。ありました。うーん、追っかけちゃうね。ね、写真撮っちゃうかな。じゃあ、じゃあ新谷さんの最近やってしまった失敗はありますかという質問は、うん、失敗したことを忘れてしまったこと。ああ、いいんだか悪いんだからね。で田中さんはネギだと思って買ったらニラでした、うん、だからもうどっちも酒入りすぎだ。いや、可愛らしいエピソードじゃないですか。ネギだと思ったらニラってことある？あります、あります。なんで？あるんですよ。あのネギのコーナーにいつもネギが置いてあるはずのところにニラが置いてあったから間違いない。でも触ったらさ、なんとなく柔らかさでさ、細さとかね、いや、まあだから酒が入ってたのかもしれない。そうね、完全に入ってたでしょう。まあサザエさんのエンディングの間違い方だもん、ほんなら。おちょこちょいだな。そんなお酒好きのお二人なんですけど、うん、秋になって楽しみにしていることはという、うん、あの質問に新谷さんが缶酒と、うん、缶酒いいね、うん、本当に飲むんだな、じゃあ、うん、缶、みんな大好きだから、うん、とかサンゴとか頼んでみんなで分けて、いや、次の日でも辛くないですか、日本酒とか、全然、全然全然いや、時々2日言われないの、時々ね、うん、あ、本当に強いんだね、やっぱちょっと残してスタジオ入るぐらいでちょうど。あ、でもあるね、ありますね、音楽への礼儀。いや
確かにね、ソウルだしね、まともにくじ置きで来られてもって感じだよな。ホームインじゃねえんだしさって話だよ。そうそう、バンドマンだもんね、言い訳にしてしまういいやってなって ね深酒しちゃいますけどね。田中さんの楽しみにしていることはサウナと長袖の服を着ること。サウナ好きなんだ楽しみって何、長袖長袖サウナ好きなんですね。サウナ大好きです。ベルビー、あ、ベルビー、はい、ベルビーいいですか。来ます、福岡なんで。福岡ですごい有名なサウナなんですよ、はい、ベルビーって。へえ、あの5度ぐらいの水風呂があって、うん、ガチガチ、もう一瞬で冷えるから10秒も入ってられないぐらいの。キンキンに体冷やして長袖の服を着る。あ、そうですね、上がって、そうです、長袖の服そんな冷やさない、冷やさなきゃよくない。まあ、結構温まってるんですけどサウナ入ってるから、うん、まあ、湯冷めしちゃうんで。あ、うん、確かに長袖いいよな。長袖いいよね、着始め最高だもんな。そう、つまり気候最高ってことなんだよね。そう、うん、はい、ちょっとロンティーカットソー1枚で過ごせる感じが。で、お二人の今ハマっていることは、お二人とも元祖ラーメン長袖。何回言うんだよもうオフィシャルにしてやれや元祖もこんだけ言ってんだからそして田中さんは銀ピカのタンクローリーを高速道路で見かけると写真を撮ってしまう。なんでだよ、あの最近なんですけど、これは、うん、あの綺麗なんですよ、あの景色が。あの映るタイプの。そうです、そうです、自分の車が。そうです、そうです、そうです、はいはいはい、綺麗だなと思ってたら写真撮っちゃってて、それが結構毎回見つけるとそういう感じになっちゃってるからハマってんのかなと思って。わかる、ちょっと魚眼レンズみたいな感じで風景とかね映って。へえ、なんかアルバムのジャケットとかにしてほしいな。あ、でもそれ思いました、なんかこれジャケット、タンクロリーっていう曲も入ってて、すぐ作るなモーガンもそうだし。なるほど、はい、そして時間があればここに遊びに行きたい、うん、これを やりたいということは、うん、新谷さんが佐賀県の大須温泉、竹尾で、竹尾温泉、竹尾温泉に、はい、行きたいということで、うん、あ、温泉好きなんだ。竹尾温泉って俺ちょっと耳なじみないな。佐賀県有名なだと思ってました。うん、そうそう、酒飲むから記憶ないんでしょ、だって。あ、いやいや、たくさん飲んでね、お酒は控えて、お酒はしっかりね、見てくってください。佐賀県うまそうだな、お酒。あ、佐賀はいいでしょう。ね、ちょっとじゃあ曲いきましょうか、うん、はい、曲紹介じゃあお願いいたします。夜直で天神。さあ、生放送でお送りしている沈黙の金曜日、改めまして今夜はリモートでゲストに出演していただいております、夜直のボーカル新谷翔太さん、ベース田中聡さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ここからは11月11日リリースするニューアルバム、明日は当然来ないでしょうについてお話を伺っていきましょう、うん、こちらファーストアルバムです。うーん、すごいタイトルですねこれ、うん、ですよね。これどういう解釈の明日来ないっていうのは、うん、あ、それはあの僕の中では一応あるんですけど、うん、言わずに、うん、あの聞いてくださる方に委ねたいな。おのおので、はい、はぁ、かっけえ。すんげえ嫌なバイトリーダー、明日シフト入ってねえ時も来る、めんどくせえやつが。どういう、そういう、分かったよ。あ、え、でも受け、明日シフト入ってないのに嫌なバイトリーダーが来る、明日は当然来ない。あ、なるほど。あ、それもいいな。あ、それもいい。いろいろあるもんね。その解釈は初めて、確かに。明日そのものが来ないっていう捉え方もね。でしょう、多分そういうことで深のとこでしょ、深いとこ。いろいろそこをなんか皆さんで話してくれたら。ずるいな。かっけえ。この感じで酒飲んで声も歌声聞いたら綺麗だしさ。
でタイトル天神っていうのまたね、うん、いい曲だったし、すげえ、うん、俺分かるわ、俺絶対あれの PV 撮るんだったら昔のフィルムっぽい加工の映像だわ、うん、俺分かるわ。そうで綺麗な人が橋を渡ってんだよ、結構早朝に、あこのさちょっとはしゃぎながら、うん、俺知ってんだよそれ、絶対そんな感じでしょ。天神どんな、惜しい、惜しいんじゃないですか、惜しい、惜しい、橋は渡って、橋は渡ってないですけど、え、うん、綺麗な女の人が出て、そうでしょ、ちょっとこうなんだろう、フィルムっぽい感じの、そうでしょ、うん、その感じのメローさだったもん、うん、うわさすがです、ありがとうございます。古いよな。いいな。他にもいろんな曲入ってるんですよね。はい。うん。14曲。はい。はい。あ、いっぱいだ。なんかタイトルちょっと聞きたいな。なんか他に何があるんですか、うん、天神以外に。ああ、なんかグッジョブとか。グッジョブ。ランデブーとか。ランデブー。はいはいはい。ムタとか。ムタ？グレートムタ？いや、そのムタではない。それも捉え方次第。うん、いやいや、プロレスラー。あ、プロレスラーじゃない。それぞれのムタがいるって。ムタは、僕の家の近所にいた野良猫の名前を。じゃあ、グレートムタの方が有名で。確かに、世間的にはそう。割と身近なところで、ヨナオのバンド名もそうだしね。かっこいいな、それ。うん。レコーディングとかはどうでしたか？レコーディング。そうですね。なんか、今まで作ってきた作品とまた結構違った感じのアプローチというか、やり方で撮っていったっていうのもあるから、うん、結構新鮮な気持ちで進めていきました。自粛期間が結構その制作期間だったんで、うん、みんな家にこもって、それぞれこう、なんていうんですかね、データをこう交換し合いながら、共有しながら制作していくみたいな感じの。うん、でちょっと自粛が緩和されたらみんなでこう集まれるようになって、そこでこう家に集まってちょっとみんなで話しながら、へ、あ、じゃあそれぞれが家で仕上げといて、うんうん、そんな感じです。へ、今も博多に住んでんすか？はい、福岡に住んでます、博多に。へ、じゃあたまに東京来てって感じで？そうですね、そうですね、まとめてこうドンと来て、いろいろ仕事してまた帰る、うん、でも、まあ、福岡も東京も一緒だもんな。一緒一緒。中洲があるかないかだもんね。うん、東京はやっぱでかいっすね。人が多いし。流れが早い。いやいやいや。いやいや。福岡、福岡は。キャナルシティないもん、やっぱ東京。ないね。いや。サンシャインシティしかないもん、ね。ない。ないよ。中洲もないし。やっぱ名刺がうまいからね、福岡は。うまい。安くて美味しいから。ね、ほんとうまい。忘れたことないもんな。なんかパスタありますよね、王さんが行く。なんだっけあれ。あ、なんだっけ、あるね。なんだっけ、めちゃくちゃ行列が。めっちゃ行列。あ、あそうか。名前、ラルキー。ラルキー。あ、そうだ。ラルキー。うまいっすよね、あそこの。行列がもう毎日。ねえ。平和台の方。あ、そうです、平和台の平和台球場の。やっぱホークスが好きなんですか？そうですね。自分はちっちゃい頃はよくドーム見に行ってました。試合。誰の世代ですか？松中とか。松中の世代。松中の世代か。じゃあ強くなってる時だな。明日は当然来ないでしょの話しようよ。そうだ、やめよう。いや、そっちがレペゼンな曲名つけすぎるから。確かに。ミュージックビデオもだからある曲もあるんですね。天神もあるし。はい、そうです、天神もあるし、ランデブーもあるし。あ、ランデブーもある。はい、 YouTube で。はい、YouTube で見れます。私も拝見しました。あ、もう見た。見ました、ね。さすがだな。ね、なんでですか。早いな。はい、どうだった？え、めっちゃいい曲で。どっち？あ、どっちもです。うん、なんか全部なんだろう、癒されるというか、うん、なんか曲調も本当、うん、今流れてる感じのゆったりした曲調なので、うんうん、なんかドライブとかしながら聴きたいなって。いいね、確かにドライブに合いそう。ね、うん、ちょっと窓を開けたくなるようなね。うん。うん、ムタは、ムタはまだ配信
聞けないです。まだ聞けないですね。あれはミュージックビデオ。は出ないです。だって、ムタなんてだって後ろから猫を追えばいいだけじゃん。ムタは作る予定はないです。国技館に入ってくムタの後ろ姿は入り。最後。これでも面白い。みんなで。個人的な、なんか創作でね。うん。本人お願いするのなかなか大変だから、明らかな CG で安い感じの白黒で霧だけ緑で、うわーかっこいいな、めっちゃかっこいいじゃん、レッドシアタースタイルじゃん、かっこいい。なるほど、 YouTube で検索すればこれじゃあ出てくるということですね。はい、うん、ちょっと皆さんぜひ見てみましょう。さあということで、そろそろお話聞いてきましたがお別れの時間です。改めて今後の予定など聞かせてください。今後の予定、11月11日に、うん、アルバムが出ます。うん、その今話してたやつなんですけど、はい、明日は11月11日ぐらい、うん、あ、ツアーもします。それに伴いが、行ったら東京、なんで一回聞かないと分かんないの。なんで誰かにドラムのやつが知ってんの。え、東京は12月の23日。おお、もう割と近い。12月23。イブイブだ。渋谷オイストって。ああ、はいはい、はい、お、渋谷オイスト。はい。はい。やらせてもらいます。はい、そんな感じです。ね、はい。なるほど。アルバムが11月11日。うん。ポッキーの日。ポッキーね。あ、そうなんですよ。ほら、合わせたんだ。ポッキーの日にね。あ、いや、ちょっとわかんない。向こうが合わせてきた。ね、また落ち着いたら遊びに来てください、ね、待ってますんで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではお別れにもう一曲聴かせてください。曲紹介お願いします。はい、ヨナオでランデブー。はい、ゲストはヨナオから新谷翔太さん、そして田中聡さん、リモートで出ていただきました。うん、いいな福岡。うん、伊藤太郎ないです。行きたい。めっちゃいいよ。うん、え、行ったことあります？うん、仕事で何回も。福岡多いね。福岡多い、うん、食べ物とかもう失敗ゼロ、全部うまい、全うまい。だってパスタまでうまいんだよ、うん、よくわかんないでしょ。そうよ、うん、でなんかほら屋台とかいっぱいあるじゃん、うん、タクシーの運転手さんに、ね、ちょっと屋台行きたいんですけどっつって、うん、どっかっつって、あそこ行こうとしてんの、あそこねどうなのかなって、いやいや行きたいんでっつって行った先の屋台がめちゃくちゃうまい、うん、どうなのって言われてるとこすらもううまい、うん、そんな、うん、食の産地なんですね。食の産地、食の産地、産地、間違いない、間違いない、間違いない。見てみたい。あれ、お酒飲むの？飲める？飲まないです、ね、飲まないんだ、はい、父ちゃんも母ちゃんも飲まない。飲まないですね。あ、じゃあね、体質が合わないのかもね。そうですね。ペロッとしたことある？ないですね。もうじゃあ本当にゼロだ。はい、未知です。未知、未知の産地。ん、未知の産地、未知の産地ですね。ラジオネーム、でんでんおしおしから回り、先ほど日本のトレンドに沈黙の金曜日が入ったそうです。んー、これも弓木の力なの か、 そうか。違います、お二人ですよ。ありがとうございます。今日はもう弓木ちゃんですよ、みんな。そうだよ、日本中が俺らじゃないよ。与那尾さんの力もある。そうだ、与那尾さんももちろん。確かに、そうだ。だって俺らなんてさ、あの今度前の2個前のサーシスタンって言って長島聖羅とさ、うん、あの配信やんのよ、うん、アルク&ピースと長島聖羅とノロカヨで、うん、なんか、うん、そうそう、あのさっきちょっとだけ打ち合わせしたんだけどさ、うん、あんま売れてねえらしいんだ。え、ノロカヨさんですか？ノロカヨじゃない。え、なんで、ね、売れてない。ノロカヨさんよく見ます、私、バラエティで。売れてる？うん、めっちゃ、うん、この間も見ましたし、テレビで。こんな盤石の4人いないんだよ。盤石。俺リスナーに言いたいのよ、うん、何をやってるんだと。見ろと、ね、と、なかなかないよ。だ、長島ほんの恋愛語れるのかな、うん、って面白そうですよね。ドロカヨちゃんも ね、 ね、うん、決して俺が、あの俺が生きる番組にはしないので、皆さんがご心配なさってるようなあれだから、あのちょっと検索して買ってくださいね。あのナタリーの方でね、あの配信のね、あれチケット買えますんで、うん、待ってますからね。はい、はい、ラジオネームよもぎもち。チンキンのレギュラーが決まってメンバーから何か声をかけられましたか？あ、
はい、誰、昨日じゃない、昨日の昨日を、昨日の昨日か、おととし、おととし、おとといに2年前だ、あの秋元真夏さんから、はい、なんて沈黙の金曜日おめでとうって言ってくださって、うん、でなんかアルコ&ピースさんはすごい面白い芸人さんだから、うん、どんな形で行っても面白くしてくださるから大丈夫だよって言ってくださって、うん、真夏が、はい、で言い終わって吹き出してた、え、なんでですか吹き出してないですよ、一緒にお写真撮ってもらって、誰と、真夏さんと、と、本当ありがたい、中田から LINE とか来なかった、あ、来ました、え、なんて来た、もうあのなんだっけ、あの忘れた、いや違います、もう、うん、私が長文で送りすぎたんですよ、多分、本当にありがとうございますって、そしたらはって返ってきた、もうお花で、うん、あの本当にありがとう、本当にありがとうみたいな、うん、お手紙書かせていただいたじゃないですか、うん、でそれも読んでくださって本当に嬉しかったよって、もうこれからも応援してるねって言ってくださいました、うん、もうお二人のことも、うん、面白い芸人さんだから大丈夫だよって、面白い芸人さんだ全部なんか血が流れてるフォントみたいなやつ、文字は違いますよ、お花お花で、お花で、はい、そんなんあるんだ、そうなんだ、はい、ラジオネームカンパチ太郎、ヒロインといえば早口言葉なので、うん、炙りカルビと10回言ってください、わ、めっちゃ言えちゃいますよ私、マジで本当、うん、すげえじゃん、行きます、うん、炙りカルビ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 、言えません、言えますよね、言えてなかったの分かるよな、はいすげえ分かんない感じで貫き通そうとしたじゃんでも逃げ切れると思った、いやでも10分の7ぐらいは言えてましたよね、ちょっとでもなんか発音良くなかったな、あ、カルビ、うん、カルビ、うん、炙りカルビ、うん、炙りカルビ、炙りカルビ怖い、ラジオネームアリオリハベリナオチョウリ、最近注目しているプロ野球選手は誰ですか、うん、坂本さん、おお、いいね、さすがだわ、知ってんだ、知らないいるかなって、いるかなって、坂本さんちゃんとすごい選手がいるよ、本当ですか、いるいるいる、すごい、でも顔はわかります、ああ、いるのは知ってんだ、え、多分坂本さんかと、スポーツとか見ないんだ、じゃあ見ないですね、あ、そっか、難しいね、ラジオネーム三角寺、京都といえば修学旅行のイメージがありますが、うん、修学旅行に来た男子が木刀を買うことについてどう思いますか、うん、買うんですか、買うんだ、地元の人わかんないんだ、かん、でもすごい観光客の方とか修学旅行の方多いんですよ、うん、もう一日一人はすれ違いますね、違う制服とかね、一人いたら、うん、単独でいないでしょ、せめてその1グループで5人はね、うん、1グループとは一、ね、人とすれ違うのすげえ寂しいじゃんそう、その人ぼっちだったりしますかね、だいたい反行動なんだからさそうですね、うん、僕と思ってない、持ってないです、買うんですね、みんな買うよ、うん、あの竜の絵がついてあれかな、小さい刀かな、あ、私清水寺行った時にネックレス買いました、うん、なんで地元でしょうだって、うん、なんか友達とお揃いの行きました、何しに行くの、私卒業遠足で、あ、寺巡りをしました、うん、清水寺にどんなネックレス売ってんの、なんか彫ってくれるんですよ名前とか、あ、そうか、観光客用にやってんだ、そうなんです、それを買いました、やっぱ竜とか書いてあるやつに、ね、真ん中に名前本の、あ、真ん中に、私は名前でしたけど、うん、竜掘ってらっしゃる方もいましたし、いや、すごいなやっぱり、うん、竜ってなんでかっこいいんだろう、なんなんだろうね竜ってね、うん、かけよな竜、竜好き、あ、竜、うん、竜にあんまり思い入れはないですね、本当、うん、珍しいね、珍しいですかね、うん、アイドル大体乃木坂なんかほとんど好きな竜がいるよ、うん、うん、何ですかお二人は好きな竜、これはね、うん、好きな竜、うん、俺でもなんかミドルタイプかな、長すぎず短すぎずかな、ちょうどいい、うん、でかすぎてもねなんか品ないし、確かに、うん、和っぽいやつがいいねやっぱり、うん、和の竜で、中国に寄りすぎるよりは俺も和だね、和がいいかな、うん、赤色とかですか、赤かな、それとファイヤードラゴンになっちゃうからね、あ、そっか、私そっちだわ、あ、ファイヤードラゴンなんだ、うん、私そのイメージでした、竜火のやつ、うん、ちょっと西洋の
うん、西洋なんですね。氷系の龍もかっこいいよ。かっこいいね。氷流系。氷流。氷系、うん、青ですね。氷系青、うん、竜と竜の交流になっちゃうこれ。俺でも稲妻の中か稲光から出てくる。かっこいい、うん、かっこいいね、雷属性かな。雷戦ってみる、うん、一回。酒井が氷属性、俺が雷。弓木は、弓木は火、火の属性ね。いくよ、せーの。ドーン、やば。何それ、曲、曲、曲いけるこれ。次は次吉澤佳代子さんのサービスエリアです。鬼滅の刃お聞きいただきましたちょっとネタバレになっちゃうかもしれない、ね、誰もわかんない。映画楽しみにしてらっしゃる方はねちょっとお気をつけてください、うん、ちょ、なんなんさっきのドーン、ずるいじゃん。弓木ドラゴン、違いますよ。皆さんがそう最終兵器みたいなの来るかなと思って、私も一緒に3人いて一緒にこうバンってやるのかなって思ったら、うん、お二人なんかのけぞり返って、のけぞりドーンって急にやる、うん、そうだよ、何あの必殺技。あれはあの火を二、うん、人にめがけて、うん、飛ばす。火の音じゃなかったじゃん、もう大の大冒険のペタンみたいなやつ。これ地面に叩きつけられたよ、だって。本当ですか、ずるいよ、かわいそうだよ、怪我したよ、2匹とも。すいません、ほら飛べないでいる、つら、つらいですか、つら、うん、い、かわいかわいビームで直してあげてよ、うん、なんじゃそりゃ京都ツッコミは鋭いね。鋭くなかったですよ。ラジオネームでんでんおしおしから回り、弓木さんの一番好きなおにぎりの具は何ですか、うん、これで大体人の性格の8割が分かります。確かに、梅です。梅、何梅、どういう梅。紀州南高梅種は種ありなし、うん、種なし。へー、まあ多少話せるかな。へ、うん、えー、うん、紀州南高梅好きなの。はい、他の受け付けない。うーん、おかかも好きです。あのカリカリ梅よりはちょっとくにゅってなってる。そうです、カリカリ梅はちょっと、うん、おの退いていただきたい。退いていき、向こうから、はい、向こうから退いていただきたい。おかかも好きなんだ。おかかも好きです。あ、じゃあちょっと おかかの、おかかも添えた梅が入ってね、梅入りの、うん、最高ですね、なんかね、好きなんだ、そういうの、うん、ツナマヨとかより。名前はちょっとあの退いていただいて、退き、なるほど、退き、あら厳しいね、間口狭いね。そうなんです、おにぎり、うん、鮭も退き、鮭はあの、うん、ウェルカムです。ウェルカム、ウェルカム、なるほど。ラジオネームたけちゃんまん、ゆみきさん、はい、のろかよを発音よく言ってください、うん、のろかよやば、アカデミー賞取ってる確かにすごい、オスカー取っちゃったのどかよちゃん赤いカクテルドレスで一驚いてすごい席立ってそう英語でスピーチでは大変だうん、ラジオネームあらかじめ語られるローマ字、部屋の壁に目標達成表を貼っているそうですが、はい、何が書かれているんですか、うん、それあんま言いたくないです、ね、あ、なるほど、目標は口にすると一応貼ってはいるんだ。そうなんです、マジで。イチローさんじゃないや、あのあれなんだっけ、誰、野球選手の方。イチロー選手じゃなく、じゃなく、あの、門田、違います、あの努力していらっしゃる方。モスビ、違います。誰、グラッテン、違います、誰だよ。あの若い感じの、皆さんがよく知っている若い感じ、若い時の堀内、違います、あ、若い時の、まあ、まあ、そういう系の方が。常夫さん、誰よが、あ、そうです、大谷翔平さん。あ、なんだ。そうが、あの壁に目標、あ、もう壁にじゃないですけど、うん、目標を書いてシートをしていらっしゃるっていうのを、うん、あの乃木坂の河野さんから教えていただいて、うん、あの、はい、みんなに自粛期間中に教えていただいて、うん、で、はい、やりなさいよっていうことで、うん、私も実践させてもらってやってます、うん、書いて壁に貼ってあるんだ、はい、なんだろうね、うん、なんだろう、サラは潰すとか。違いますよ、サラバさんは本当にいい人で、袋潰すとか書いてない。いやいや、もう本当にいい方で、森田うるせえとか、うん、いや森田さん本当にこの間褒めていただいて、なんて、上手だってよ、上手だってよじゃない上手でしたよって
生意気だな。森田名前聞いて書いてある。違いますよ。本当にいい方ね。そうなんだ。あ、じゃあもう内緒で目標達成するまでね。はい。そうね。頑張ります。うん、よく噛んで食べるとかかな。絶対言えないもんね。そんな目標はね。人には言えないよな。ラジオネームニンニク入れますか。ゆみきさんは体のどこかに竜を掘らなきゃいけないとなったらどこに掘りたいですか。うん、僕は左肩です。お、左肩。竜、どっかに掘んなきゃいけないってなったら、うん、どこに掘る、どこだろう、うん、人差し指の側面。めちゃくちゃなんか使うやつじゃん。え、どうですか。もう竜、和彫りの竜みたいな小さい側面にいるの。側面に最初はあざみたいな感じで浮き出るのかな。あ、うん、そう。ちょっとかっこよくないですか、こうチラッて見えたら。いやいや、なん能力者だよ。うん、竜じゃなかったら何入れてもいい。うん、だったらなんだろう、英語とか。ああ、背中にでっかくパディントンとか。え、かわいいかも。パディントンを竜がぐるぐる巻きにしてると。それはちょっとかわいくないかも。なんで。めっちゃいかついけどね。かわいそう。すごいな、ゆみきちゃん。ラジオネームた、ゆみきさんキャラが渋滞しすぎてどこからいじればいいのか分かんないです、キャラ。確かにね、キャッチコピーもこれは難しいね。いろんなのができちゃうと思うけど、今日でもだいぶゆみきさんの感じ出てきたけど、まだまだなんかキャラとか今ちょっと見当たらなくて、自分の中で、うん、なんだ、どういう風な人間なんだろうっていうのを、うん、夜な夜な向き合って、うん、自分について、夜な夜な、うん、夜限定で昼は向き合うつもりはない。向き合うつもりはない。夜じゃないと。夜に覚醒する。そう、夜の長男だ。そうなんですよ。夜じゃないと向き合えない。もうジャンルだね。何がっていうよりはもう弓木っていう一つのジャンルになりそうだね。うん、そんな感じする。ね、絞るっていうあれじゃないかもね。すごいな。ラジオネームあらかじめ語られるローマ人。弓木さん、小笠原流の呼吸、はい、お願いします。うん、あんの呼吸はあるんじゃない。死んだ。大丈夫。吸うだけ吸って吐かなかったね。一生吐けない、もうこれは吐けない。吐けない。一回吸ったら吐けない。吐けない。それが小笠原流。ね、怒られちゃう。怒られちゃう。聞いてるから。小笠原さんに怒られちゃう。小笠原さんいるんだ。小笠原さんいますよ。あ、本当。声、声、いや、会ったことないです。でも小笠原さんがいらっしゃるって言ってたんで、どっかに、洞窟の奥に。怒られちゃう。もうこれ以上触れないようにしないと。小笠原さんに。ラジオネーム、アメフト教の歌。料理が得意というゆみきちゃん、はい、オムライスの作り方を教えてください。オムライスは、うん、ケチャップライス作って、うん、卵ふわふわにして乗せるだけ、うん、英語で教えてよ。Rice and ketchup、うん、in shake 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 shake、うん、shake shake、yeah、 置いといて、置いといて、next fry pan、 fry pan、 yeah、 egg トントン、 egg トントン、 yeah、 トントン、Oh. Water. 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 And mayonnaise. Mayonnaise. Shake, shake. Shake, shake. Shake, shake. Shake すんだ。オンって言いました。スクランブルエッグじゃん。そうです、そうです。そうです。そうです。そうですよ。料理するんだ。します。何が得意なの一番。小松菜とお揚げのお吸い物。うまいよなあれ。うまい。俺作るの分かるよ。え、私めっちゃうまいです、あれ。あれうまいやついんの。うん、どうやって作るの。水に出汁、出汁、なんでちょっと英語っぽくない。出
汁作って小松菜と、うん、あとお醤油が、うん、柿醤油って広島でもう柿醤油がすごい美味しいんですよ。で本当に柿醤油とお出汁だけで、うん、あとはお揚げをあの下ごしらえとか全部して、うん、お湯にちょっと湯がいてとか、うんうん、すごいじゃん。そうなんです。すげえ。ラジオネームあらかじめ語られる同じ言葉。京都の龍、京都の龍の鳴き声初めてだわ。明日から友達に教えよう。やめといた方がいい。やめた方がいい。やめた方がいい。龍が来る？怒っちゃう。怒られちゃう。どうせだってそんなこと言ったって龍なんか来るわけねえじゃん。そんな文句言ってたら来るとかさ。そんなのじいちゃんばあちゃんが孫にさなんか脅してるだけなんで。めちゃくちゃ怖えじゃん。なんなんその龍マジで。クシログじゃん。小笠原流の流って流小笠原さんって流なん。小笠原に住んでる流なの。小笠原さん怒っちゃうから怒れた流なんでしょ。結界 が破れて小笠原さんドンって言っちゃうからめっちゃ怖いよ、ラジオネームこんな海鮮丼寿司だ。ゆみきさんドンってなんすか。笑うセールスマンですか。もぐろ吹くぞ。その方は怖い方ですから。ああ私は存じ上げないですし。ああなんだろうドン本当に何だろう、うん、もうこれ以上小笠原さんに触れたら本当になんだろう。小笠原さんっつったって別にさ何もできないだろう。あってそんなこと言ったってさ俺だってガタいいしさ別になんかそんな感じの流派だかなんだか分かんないけどさ来られたところでドンもうちょい早めに来てほしかった、うん、もうほんとお母さん泣いてますよ。できてきた連携プレイどこで使うもうやだくしくも明日収録一緒っていうねちょっとねまさかのね明日やるかこれ嫌、ま、です嫌です嫌ですゆうなんかどうせ来ねえよな俺怖くねえぞ嫌だ絶対嫌だどう思われるんだろう。ラジオネーム、うん東北自動車道。ゆみきさん目玉焼きの作り方を英語で教えてください。え目玉焼きはあの、うん、フライパン好きなの、うん、エッグトンエッグトントン、うん、プシュープシュー、うん、やんないもうやんないですよ。やれるなこれも。ゆみき英語でいけるよなこれ。絶対やだやだ。さあじゃあ初天気予報いきましょう。はい、うんはい、関東甲信地方の明日のお天気です。明日の関東甲信地方は高気圧に覆われて各地で晴れるでしょう。お出かけ日和となりそうです。朝は冷え込むでしょう。日中との気温の差が大きくなりますので服装で調節してください。はい明日の午前の降水確率は東京 0% 山梨 0% 明日の午後の降水確率は東京 0% 山梨 0% です。明日の朝の予想最低気温は東京10度甲府5度川口湖2度となっております。寒いな明日、うん、明日の予想最高気温は明日って書いてあったろメモに。明日って言ってなかったですか。明日って言ってよ絶対そう大きい字で書いてあったよそのメモに、うん、明日は明日って、明日の予想最高気温は東京20度甲府20度川口湖15度となっております。一番太文字で書いてあったよそのメモに明日は明日わあやっちまった何どうでしたか。いや第1回、うん、そうですね、うん、なんだろうもうこんなに蒸気が私の体の中の蒸気が上がってきたというか蒸気、うん、なんかなんだ恥ずかしくてというか蒸気上がってきて恥ずかしかった、うん、やっぱり、うん、はいって思いました今日。トーマスなのトーマスではないかなって思いますけどね。蒸気が上がってくるんでしょう、うん、上がってきましたあそう、うん。ラジオネームた小笠原です。そろそろ来ちゃった。今回は私たちの流派の呼吸法などをラジオで公開してくださりありがとうございました。ぜひ一度お会いしてみたいので今度代々木に行きます。覚悟しておいてください。ああめっちゃ切れてるわ。
笑顔で切れるパターンの人だ。笑顔で切れるパターンの人。一番嫌だよ。怖い。怖いよ本当に。怖い。怒らせちゃったな小笠原。今日寝れない。寝れないよ。寝かせないし絶対小笠原。あ怖い。ラジオネームスキャンダルベイビー。ゆみきさん今日の感想を五七五でお願いします。五七五。今までの中で一番最悪だ。なんでだよ。なんで。なんで。いや本当に楽しかったです。楽しかった。楽しかったってみんな。本当ですか。楽しかった。私自身はすごい楽しかったですけど、ね、なんだろう私のイメージというか、うん、がすごいガタガタと崩れ落ちたんじゃないかな。多分だけど最初からこんな感じだったと思う。嘘、うん、なんかちゃんとしてそうってよく言われるんです。ブログとかでも朝8時に起きてそうとかよく言われるんですよ。うんうんうん朝8時に起きてそうって言われるの、うん、っていうイメージがそういう日もあるよ、はい、あったんですけどそういうの全部ガタガタそんな早くねえしね、はい、そういうイメージがガタガタと崩れそうですねこいつ10時に起きてんじゃねえのかって構わねえだろどん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 遅くなっていくラジオネームあらかじめ語られるローマ人、うん、ゆみきちゃん、はい、小笠原流の平泳ぎをお願いします、ねうん、待ってよ飛び込みからねプハプハなんか飲んだじゃんビール飲んだじゃん最後これは明日できる ね, や, ねやめてくださいよ本当にもうそうか明日は本当金輪際お願いします金輪際明日はもう金輪際金輪際よろしくお願いしますね、ゆみきさん、ね、もう明日もですけど、今後ね。本当、今後目を見ないでいただいて、すみません。見ないでいただいて、すみません。ラジオネーム、まいたけタイム、なおちゃん、はい、お別れとお休みの挨拶、英語でお願いします。はい、みんなに、10秒しかない、うん。はい。See you next time, everyone! お休みは、Good afternoon! Good afternoon? Good afternoon. 来んないとこじゃない。あ、来んないだ。アルコ&ピースと乃木坂46ゆみきなおの沈黙の金曜日はいはいはい、はい、いきますアルコ&ピースと乃木坂46ゆみきなおの沈黙の金曜日ちょっと滑舌がはい、はい、乃木坂46ゆみきなおの